やっほー、自分らしく輝き、自分らしく輝かせるスター、ミスター、おかちです。今日も遊びに来てくれてありがとう。みんなね、7月7日は七夕の日。願い事とか書いたことある人ある？ある？オッケー、おかちも書いたことあるので、そこに書いた願い事ってみんな叶った？もちろん叶った願い事もあるやろうけど、叶ってない願い事もあると思うねん。そうやろ、全部叶ってないと思うねん。でも今日からは大丈夫、全部叶うから。びっくりするで。今日はそんなお話です。頭の中で願ったことが全部叶ってしまうという、そんな魔法のような話を今日はしに来たんです。ここで信じた方が得するで、絶対信じた方が得する、そんなおもろい話や。だってやで、頭の中で考えたことがピコンって出てくるねんで、すごない？クイズです。おかっちの帽子の色は何色でしょうか？簡単や簡単や簡単や、そうやろ、せーの、正解、ピンクです。じゃあ今おかっちが手で隠したここにあるワッペン、それは一体何でしょうか？5秒あげるよ、5秒あげるよ。これ手見せるからね、いいですか？よい、 OK、 OK、 準備 OK。 じゃあいきます、レディーゴー、5、4、3、2、1、終了。正解はクーピーです。みんなクーピーって知ってる？サフラカネパスとかクレヨンとか、あのマークです。おかっちめっちゃ子供の頃から好きでな、ついなこの前もな、この前も買ったよこれ。じゃじゃん、お道具箱。いいよね、いいよね、いいよね。本当のクイズはこれからです。実はさっきまでおかっち時計をしていたの、時計をしていたの。今外したよ、今外したよ、ここに置いてます。その時計の色は何色だったでしょうか？これが本当のクイズだ。巻き戻しブブー、ダメよ、巻き戻しブブー、ダメですよ、それは、それは反則だ。いいですか、今から5秒あげる、思い出してください。さっきまでつけていた時計の色は何色でしょうか？さあいきましょう、5、4、3、2、1、終了。正解はじゃん、黒色でした。黒色でした。わかる？何が言いたいのか。君たちはずっとおかっちを見ていた、でも見えていないものもあるんです。わかる？僕たち人間は目で見ているようで、実は見えていないものもあるんです。でも頭の中で考えたり時計を見よう見よう見ようって思ったら見えてくるんです。だからね、頭の中で幸せになりたいとかお金持ちになりたいって思えば、それは現実で見えてきて叶ってしまう。これが引き寄せの法則です。みんなこんなことある？なんかお菓子欲しいなって思ってたら、お母さんがその日に買い物で買ってきてくれてたりとか、なんかいやそんなこと起こってほしくない、明日
って思ってたら本当に雨が降ったり嫌なことが起きてしまう。そんなことない？じゃあこんなことはどうだろう、なんかあの人といると楽しいんだよねとか、なんかあいつといると面白くないしイライラするし嫌な気持ちになるんだよねとか、あるでしょそれ、あるでしょ、そういうことなの。自分と似た者同士がひっつくし、自分とは違ったりなんか違う、なんか嫌やなと思うことはどんどん離れていく、引き寄せたり離れたりしていく。これが引き寄せの法則なの。心の中で思ったことが本当に叶ってしまう。じゃあなぜなぜなぜこんなことが起きてしまうのか。それは簡単です。それが世界のルールだからです。世界はそういう風になっているからです。 OK？ じゃあ今から世界のルールについてもっと詳しく説明するからね。それではね、いっぱい書いたりするからな、あのボードの神出すわ、あの神様な。はい、 OK、 出てきたな、出てきたな。じゃあこれは何？筋肉です。じゃあ筋肉は何でできてる？タンパク質です。タンパク質は何でできてる？多分炭素です。じゃあ炭素は何でできてる？わからん、わからん。まあ、そんな感じで、これは筋肉でしょ。筋肉って何なんだろうって虫眼鏡で見て、顕微鏡で見て、すっごい大きい顕微鏡とか見てたら、一番小さいやつが、一番小さいやつが見えてくるんだな。人間の体の一番小さいやつ、それは何やと思う？そうです、それはエネルギーなんです。いいですか、人間の体だけじゃない、全てのものはエネルギーでできています。目に見えている体、筋肉もそうやし、ここのボード、ボードもそう、目に見えていない空気とかもそう、とか心臓とか頭の中で考えていることとか脳みそとか感情気持ちとか、何しか全てのものはエネルギーでできてんねん。わかる？人間の体とボード全然違うやんと思うかもしれんやろ。でもな、虫眼鏡とか顕微鏡で見たらな、全部同じやねん。エネルギーがくっついてできてんねん。いいですか、一つ目の世界のルール、それは全てのものはエネルギーでできているということです。世界のルール二つ目、全てのエネルギーは揺れてんねん。いいですか、でもその揺れ方は違うよ。例えばこういう風に揺れてるエネルギーもあれば、こんなんもあったり、こんなんもあったり、こんなんもあったりすんねん。なしか、2つ目、全てのエネルギーは揺れてるね。世界のルール3つ目、これが一番大事です。一番大事です。こういうことね、同じように揺れてるエネルギーがくっつくねん、引き寄せられるねん。わかる？例えばこういう風に揺れてるエネルギーは、同じこういう風に揺れてるエネルギーにこうくっつくねん。これこれくっつくねん、だってくっつくねん、くっつくねん、引き寄せられねん。でこういう風に揺れてるエネルギーは同じこういう風に揺れてるエネルギーとくっつくねん、くっつくねん。でもその逆もあるよ。これですか、このエネルギー見て、このエネルギー、これねちょっと汚くなったけど、このエネルギーと
ここのエネルギー、このでっかいエネルギー、全然ちゃうやん、全然ちゃう、なんか気持ち悪いやん、こんな感じ。じゃあね、しばらく時間が経ったら、このエネルギーとこの大きなエネルギーは離れるね。そういうこと。世界はそういう風にできてる。同じもの同士がくっついて違うもの同士を離れる。これは共振の法則って言います。共振の法則ですか。これは共振の、こんな覚えなくていいよ、覚えなくていいよ。共振の法則って言います。ひらがなで書いてあるな。共振、はい、共振の法則っていう。 OK、 これが世界のルール。例えばテレビ、テレビあるよね、テレビ、うん、テレビな、こんな感じでテレビがあります。こんな感じでな、うん、テレビ、テレビがこんな、テレビな、TV、TV、テレビあって、そしてリモコン、リモコンがここにあるな。リモコンいっぱい、いろんなチャンネル、いろんなチャンネルがあるよね、これ。リモコン、いいですか、いいですか。で、これでコンセントつながってるよ。コンセントがつながってるテレビ、テレビに、あの、今ね12チャンネル、今12チャンネル、今12チャンネル映ってるよ。映ってるテレビに君たちが持ってるこのリモコン、リモコンで8チャンネル、8チャンネルを押したらどうなる。そう、テレビは8チャンネルになるよね。8チャンネルに、8チャンネルになる。じゃあ6チャンネル押したらどうなる。6チャンネル押したら、6チャンネル、そう、6チャンネルになるよね、テレビは。じゃあ10は、10は分かるよね、10チャンネルになるよね。これどういうことか分かる。どういうことか。リモコンで8チャンネルという電波、エネルギーを送ります。送るから、その8チャンネルのエネルギーと同じものがくっついて8チャンネルのテレビが見れるんです。6チャンネルもそう。6チャンネルのエネルギーが、例えばこういう揺れかな、こんな揺れの6チャンネルのエネルギーを送る。じゃあ6チャンネルのエネルギー同士がくっつくから6チャンネルが見れる。10もそう。例えば10チャンネルがこんなエネルギーをするやん、こんなエネルギーなものとくっつくから10チャンネルが見れるね。わかる。これがテレビ、テレビはこういう風にできてんねん。でもやで、でもやで、8チャンネルのエネルギーも6チャンネルのエネルギーも10チャンネルのエネルギーも今もうあんねん、ここに、ここにはあるんだけれども、そのエネルギーを送ってないから、同じエネルギーを押してないから、リモコンで。だから使えへん。同じエネルギーもの同士がくっつく、これがテレビの仕組みや。携帯電話も同じやねん。携帯電話な、携帯電話、ここに電話があるやん、電話、これおかっちの電話な、おかっち、おかっちの電話、電話、おかっちの電話の番号かな。例えばね、09039397777やとするやん。39397777とするやん。でね、おかっちは電波つながんねん。で、君たちも、電波つながるところにおんねん。じゃあ君たちが今やで、今やで、この09039397777、ここからこの番号を押したらどうなる。おかっちの番号を押したらつながるやろ。プルルルっておかっちの電話になるやろ。それ全く同じ、わかる。09039397777っていうエネルギーをこう送ります。送るんです。君たちが送ったらおかっちのこの同じエネルギーがくっつくから電話がつながるね。電話、 OK。 これがエネルギーやね。でもやで、でもやで、09039386666って送ってみんや。おかっちにつながる。おかっちの電話と一つでも番号が変わったらこういうエネルギーになったとするやん。これとおかっちのこういうエネルギーはくっつかへんねん、くっつかへんねん、くっつかへんからつながらへんねん。そういうこと。これがエネルギーの法則です。わかる。同じように揺れてるエネルギーがひっついて、そうじゃないものを離れる。テレビも携帯電話もそうやねん。なんかね、少しずつ分かってきたでしょ、分かってきたでしょ。じゃあね、テレビの場合はリモコンでエネルギーをプシュー送るでしょ。携帯電話、携帯電話の時は電話でピッポッパエネルギーを送るでしょ。じゃあ
僕たち人間はどうやってエネルギーを送ってると思う？ちょっと考えてみて。どうやって送ってるかな？目かな？言葉かな？言葉で送ってるのかな？それともパッ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 、ダンスかな？それともお尻かな？何だろう？何で送ってるんだろう？そう、人間は こういうことです。みんなの心が、感情が、気持ちがもうリモコンになって世界中に送ってんねん。だからそのエネルギーと同じものが現実で実際に起こってんねん。これがみんなのリモコンや。人間が持ってる22チャンネルや。わかる？例えば21、自信がないっていうチャンネルを押す、エネルギーを出す。はあ、俺やってもどうせ失敗するんやろな。そんな風に思ってたら実際に失敗するね。ピコン、14チャンネル心配、それを押してエネルギーを出す。あー、テストで2点取れるかな、自信ない、どうしよう、取れるかなって心配になってたらいい点数が取られへん。ピコン、1チャンネル感謝、お母さん、いつも弁当作ってくれてありがとう。そういうふうに思って、そういうエネルギーを出してたら、お母さんはもっともっと優しくしてくれるね。わかる？君たちがどのチャンネルを押すのかで、そのチャンネルと同じようなものがやってくる。これテレビと同じや。テレビもそうやろ？ 8 チャンネル押したら8チャンネルがやってくる。6チャンネル押したら6チャンネルが見れる。僕たちもそう。僕たちのチャンネル、心配っていうチャンネルを押したら心配するようなことが起きる。怒り、怒ってる、腹が立つ、じゃあ腹が立つようなことが起きんねん。羨ましい、ダイナルちゃん羨ましい、あいついつも成功していいなと思ってたら羨ましいなって思うことが起こるねん。わかる？どのチャンネルを押すのかで、ね、実際世界は変わってくる。今起きてることが変わってくんねん。じゃあ君たちはどのチャンネルを押したい？自信のチャンネル、喜びのチャンネル、希望、満足、がっかり、それとも恐れ、やる気ない、どれを押す？おかっちはもちろん1番喜びとか愛とか感謝、そして希望、満足、そういうエネルギーを出したい。リモコン、それは君たちの心です、感情です。感情がリモコンとなって世界中にエネルギーを送っている。で、そのエネルギーと同じ揺れてるも同じ波長のものがくっつく、現実にやってくるね。これがエネルギーの法則、そして世界のルールです。はい、こんな感じで第一章はここまでです。第一章、引き寄せの法則、それは願ったことが本当に叶うということ、それが世界のルールだということをお話ししました。世界のルール4つ。まず1つ、目に見えているものも見えていないものも全てのものはエネルギーだということ。2つ目、そのエネルギーは常に揺れています、震えているんです、振動しているんです。で、3つ目、同じように揺れているエネルギー同士が引き寄せられくっついて、エネルギーが全然違うやつ、全然違うやつはひっつかない、離れていくんです。それが共振の法則っていうのが世界にはあるということ。そして4つ目、人間の場合は気持ちとか心とか感情がリモコンとなって
喜びを送ったり希望を送ったりがっかりを送ったり怒りを送ったりする、そう、そのチャンネルにあったもの、同じエネルギーのものが実際に現実に起こるんだっていう、そんな話をしました。第2章よ、このエネルギーのことをもっともっと君たちに知ってもらいたい。エネルギーのことがもっともっと分かれば、君たちが思っていること、願っていることがもっともっと叶いやすくなるからね。おかちはそういうふうに思ってるから。はい、ということで、また第2章で会いましょう、ね、それではね、バイバイ、バイバイ。